皆さんこんにちは、手作りママちゃんです。今日は大人気鬼滅の刃キッズサイズのマスクを作ります。縫わずに洗えるマスクが簡単に作れます。縦20センチ、横26センチの市松模様と麻の葉柄の布を使います。布を裏返します。下側を6センチ折ります。上側は5センチ折ります。左側を 10.5 センチ折ります。ゴム紐を用意します。ゆるく結びます。布用両面テープを使います。テープを貼ります。1回目、2回目、3回目、4回目、ここでゴム紐を用意します。ゆるく結びます。テープを貼ります。5回目。緑と黒の市松模様がかっこいいです。麻の葉柄も同じ方法で作ります。下側を6センチ折ります。上側は5センチ折ります。左側を 10.5 センチ折ります。ゴム紐を通してゆるく結びます。テープを貼ります。1回目。2回目、3回目、4回目、
ゴム紐を通してゆるく結びます。テープを貼ります。5回目。ピンクの朝の葉柄が可愛いです。サイズは縦約9センチ、横約 10.5 センチになります。アイロンをかけます。当て布をしてください。鬼滅の刃のマスク、完成しました。縫わずに簡単に作れるキッズサイズのマスク、お洗濯もできます。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。チャンネル登録もお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。